はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は半圧オブアイアンを都道府県モッドをプレイをしていきたいと思います。で前回ですね、議会制民主政治だった千葉県を帝政へと移行して、それに伴う反乱で、フラッシーを失うという、戦力としてはだいぶ落ちてしまうんですけども、帝政への移行を断行したというところになります。で今はですね、国家方針として龍ヶ崎の切り取り、ここを切り取って、ここをね、一大軍事拠点に変えていこうという計画中なんで、これを進めていきたいと思います。あと研究の枠がね、一つ空きましたので、この研究の空いたところには砲兵の強化を入れておきます。ちょっと全然話変わるんですけど、11月のですね、タイ旅行、何の話をいきなりしてるんだという方もいらっしゃると思うんですけど、結構頻繁にタイの方に遊びに行ってまして、そういう内容はツイッターの方を覗いていただければと思うんですけど、で11月の航空券を取っていたんですね。11月の23日に行って26日に帰ってくるっていう、3泊4日、割とね忙しい日程で行くんですけど、その航空会社からですね、23日、東京からタイに行く航空券、飛行機がキャンセルになったで、新しい飛行機を用意しましたと連絡が来ました。でその来た内容がですね、23日に行って26日に行くよっていう航空券を取ってたんですけど、23日にキャンセルして27日にバンコクに行く、タイに行く航空券を用意したよって連絡が来たんですね。おいおい、ちょっと待ってくれと、僕は23日に行って26日に帰ってくるんだけど、今の航空券だと26日にバンコクから東京に帰ってきて、27日翌日東京から成田にまた行くよというね、ちょっと完全に謎な内容になってるんで、ちょっと待ってくれと。これがね、やっぱり格安航空券で今回取ってるんですけど、格安って言ってもね、 LCC なんで、格安かと言われると、タイまで そこまでめちゃくちゃ安いっていうわけではないんですけどね。もうこれはね、びっくりしましたね。まさかそんな航空券を用意したよっていうふうにね、言われるとちょっと思わなかったんですけど。っていう話をしていて、龍ヶ崎に、ここで軍事工場一つ追加しておきましょう。で、飛行場はここに作るのはやめて、間に合えばなんですけど、龍ヶ崎に作りましょう。で、生産のラインをちょっと見ておくと、軍用トラック含めてちょっと全然数がやっぱり、ごめんなさい、足りてないですね。で、国家方針はね、さっきちょっと帯域の話で興奮しながら入れたんですが、追加の研究枠を入れています。で追加の研究枠を入れた後は、この先研究ボーナスで電子工学のつく電子工学への注力に行くか、砲兵への注力に行くかっていうのはちょっとね、見定めながらになるかなと思ってます。でこの先なんですけど、最終的に追加の研究枠2に行くのか、それとも同じ研究枠を得られるものの茂原ガスを経由して千葉大学に行くのかというのがちょっと微妙だなと思ってて、どっちに進むかっていうのはちょっとね、考えながら見ていこうかなと思います。であとはというところで言うと、もう完全にね、砲兵系にぐんぐん進んでいくので、ここはね、もう間違いなくこちらに進んでいこうと。で、群馬帝国と手を組むかどうかっていうのはもうちょっとね、見定めながらということになると思います。で、生産効率の上限プラス 10% を入れておきましょう。ここはね、陸軍の装備が寝ても覚めても欲しいというところなので、一旦ね、この近接航空支援機を減らして、足りていないところに追加していきましょう。
で、師団数の数は、まあ、展開している内容でいうと、今、陸軍が、まあ、ちょっとね、60系、画面の上、小さく映っちゃってますけど、60系、まあ、59.96 系なんで、まあ、これをね、倍に増やして、まあ、できれば130ぐらいは欲しいかなというところで、茨城との改正に踏み切っていこうかなというところですね。とにかく今は数が欲しいというところなので、まあ、その数をねひたすら求めていきましょう。で、経線車がもうすぐ研究完了するので、この先何研究するか見ておきましょうか。今1937年ということで、まあ1年前回よりも年月は進んでいるんですけど、それにしたってっていうところなんですよね。ドクトリンを入れるか、37年なんでね、このあたり入れようとすると200日以上かかっちゃうので、少しもったいないかなっていうところですよね。となると、まあ順当にいけば優先火力ドクトリンですかね。師団の編成内容的には砲兵が多いので、今回はじゃあこの優先火力ドクトリンを研究していきましょう。で、戦車が新しい軽戦車の2が生産できるようになっているので、生産のラインを切り替えます。で、あとはこの先ということで考えると、政治力が220まで溜まっているので、何か入れておきましょうか。政治の顧問でファシストとか今入れてもね、もったいないので、できれば陸軍系のものを入れておきたいんですが、これもね、ちょっと微妙といえば微妙なんだよな。あ、ドクトリンの研究時間-10% 入ってるじゃないか。これやっちゃいましょう。ちょうど今タイムリーなので。そしたら千葉くんの手段もう一回演習をしておく。一旦ね、 6% の消耗を受けるという内容がありますが、新兵のものを一旦経験値を上げておきます。ではこれでまたね、時間をガガガーッと進めていっちゃいましょう。あ、でもその前に追加の研究枠が終わったので、この先どっちに行くか決断の時だな。砲兵への注力、支援砲兵の 25% 研究の枠で言うと今入ってるんで、まあ半分以上進んでいるというのはあるんですが、一旦支援砲兵を入れてしまって、その後インフラへの注力の方に入っていって、そうだな、千葉大学の方へと進みますか。それか千葉陸軍行って陸軍演習行って、機構部隊への注力を入れてもいいかなっていう気もするんですけど、まあ、一旦砲兵への注力を入れて、その先また考えましょう。はい、ではですね、ここで、国家方針が完成したので、国家方針を先に見ていきましょう。で、一旦ですね、千葉陸軍に入って歩兵用武器、あの 25% のボーナス、これを先に得ちゃいましょう。この先ね、歩兵装備改良していきますんで、
で新潟が同志を求めるということで、新潟は共産革命を望む同志を最大限支援することを宣言ということで、新潟が人民共和国になりましたね。新潟人民共和国、群馬帝国、帝国制千葉と、なんか徐々に時代が動き出してる感じがしますが、で装備がねちょっと足りてないもの、生産が追いついてないものとかの調整をね、少ししながら進めていっていますが、師団数を増やすという基本方針は変わらずというところですね。はい、ではここで国家方針がね、千葉陸軍が完了したので、千葉陸軍の次を見ていきましょう。で、検討に値するところで見ておくと、まず帝政か民主制かというところで、もうここはもう帝政にしたので、民主制の方はね見る必要はないというところで、まず茨城の運命、これをやると茨城との海戦になるんですが、これちょっとまだ時期早々なので、茨城との海戦を見送ると必然的に、千葉の陸軍に進むのか、それとも、工業系に進むのかというところなんですが、まずは陸軍の演習で経験値、プラス45を得ちゃいましょう。これによって師団をさらに編成を改正して、より強固なものへと見直しをかけていきます。すでにというところで言うと、歩兵のところ、砲兵のところですね。砲兵のところに、砲兵中隊と、さらに、整備中隊入れたいんですが、これがちょっと入らないね。14経験値があるうち、20を消費すると言われてるんで、ちょっともともと数が足りないので、これ、経験値溜まったら一気に投入しましょう。で、あと支援系の中隊でいうと、入れておいた方がいいの何かあるかなって見ると、まあ野戦病院はあってもいいかなって感じがするんですよね。人的資源が、まあ、乏しいといえば乏しいので、あとは補給も入れたいよなとか、まあ、この辺の中隊をねばらまいていくっていうのが一つの手だとは思うんですけど、編成を見ると、支援としてまあ入れておいてもいいかなって感じかな。砲兵をもうちょっと増やしたいっていう気もするけど、生産のラインを見ていくと全く足りてないからね。足りていないところをねどう頑張っていくかっていうところだと思うんですけど、まあ、生産のラインはねなかなか厳しいですよね。軽戦車、あと砲兵、まあ、この辺りの数が絶対的に足りてないかなと思うんで、ここをね重点的に生産していかなきゃいけなそうですね。で、ちょうど今そういう話をしている中で、群馬帝国がついにその牙を向いたかなというところで、北関東では昔から争いが絶えないが、今年もその火種が、火蓋がですね、切られそうだ。
群馬政府は栃木に対し国家の統合を要求することを栃木政府に通達。もち栃木が無視すれば両国の関係は悪化し戦争は回避できないだろう。このもちっていうのがまたいいよね。まあ群馬帝国はおそらく栃木に侵攻するでしょうというところなので、まあ、栃木に対しては、まあ、何もしてあげられないので、ここはもう群馬帝国へのすり寄り政策へとちょっとね、内容を変えていきましょうか。であと政治力が溜まってるので、溜まってる政治力をね使っていきましょう。まあ、政治顧問とかはちょっと正直後回しでいいので、入れるとすると、まあ、航空機かな。であとは戦争にこの先なったことを考えて戦争系のところを入れておきます。師団の回復率プラス 8%、あとは、戦闘機、艦長戦闘機、このあたりの機動性最高速度をアップするものを入れていますね。あと研究時間にボーナスが 10% つきます。マイナス 10% のボーナスですね。ではね、研究の枠と国家方針が同時に空いたので、ここを先にちょっと見ていきましょう。まずは国家方針なんですけど、インフラ、これ成田と、市原で、インフラ4ずつ獲得しちゃいましょう。で、続いて研究の枠の方なんですが、今行っている研究が集中工業、支援火器の2、あと機械式の計算機ということで、まあ、機械式の計算機はすぐに終わるので、機械式の計算機の後も考えなきゃいけないんですけど、まずは、基本装備ですね。これのアップグレードを入れましょう。105日で完了するので、茨城との改正の前までに歩兵装備のアップグレードは終えたいなというところですね。あと群馬が長野領を要求ということで、群馬帝国は栃木に続いて長野とも戦争を始める気ですね。いや、群馬帝国なんか一気に領土拡大していくな。これはで機械式計算機の次はこの後を見ておくとどこに注力しなきゃいけないかっていうところになると思うんですが、今1937年なので一旦産業系を終えてドクトリンの方にあります。この後ね、戦争は不可避なんでドクトリンを入れておいて、その後また産業工業に戻っていきましょう。でちょっとね、進めてる間に陸上特化部隊、まあ我々でいうとこの陸軍の基本編成部隊のところなんですけど、ここに、整備中隊と工兵中隊を、支援として、入れることにしました。でさらに今演習が終わったので陸軍の経験値、これを使ってねさらに編成を見直していきたいんですが、野戦病院とかが入ってこない以上はどうにもならないかな。で続いてというところで、研究の枠ですね。これ何使っていこうかな。石油とかはちょっといらないかなって感じはするんで、まあ、研究所要時間マイナス 3% のボーナスを受けに行きましょう。で肝心の編成の見直し、もう一回戻ります。まあできればね、ここに野戦だ補給だと入れたいんだけど、
バランスを見た場合、歩兵をちょっと増やすっていうのが現実的かな。ここに歩兵をさらに追加したくてもね、ちょっと装備が追いつかないんで、そういう無茶はねできないかなっていうところなんですよね。どうしても足りてこないのが砲兵なんだよね。対空砲の数が足りてないんで、ここにまあ抵抗入れしようにも厳しいよな。ちょっとウィークポイントになり得るかなと思うのが、この戦車手段の方の戦車の数が足りないかなっていうところで、っていうとこなんですよね。これをどう見るかなんですけど、基本能力、戦闘能力、必要装備というところで、基本能力と戦闘能力を見ておくのが、まあ、重要になると思うんですけど、まあ、致し方なしというところかな。はい、ではね、国家方針また一つインフラへの注力終わったので、この先進めましょう。機構、装甲、いや機構部隊への注力を入れるか、成田空港の拡張で空軍演習入れるか、ちょっと微妙なところなんですけど、まあ、ここは機構部隊への注力で、研究ボーナス 25% は得ておきましょう。この先ね、早々に次の研究としてこの中型戦車へとね入っていきたいので、まあ軽戦車でもいいんだけどな、ちょっと微妙だよね、737日って言われちゃうと。なのでまあ思い切ってね変えていきましょう。では支援下記の2が終わったので、支援下記の2の次見ていくと、40年になっちゃうとちょっと開きがありすぎて話にならないので、一旦支援中隊の方ですね、野戦病院か補給兵かというところなんですけど、どっちがいいかな、まあ、野戦病院にしとく、人的資源がね、まあ、今後どうしても不足してくるってことを考えると、野戦病院を入れておいて、兵士をね前線に戻せるような形にしましょう。はい、ではねちょっと今回あまり動きはなかったんですが、それでも軍備の拡張、このあたりは順調に進められているところかなというところと、群馬帝国はやっぱりねその脅威を見せつつあるというところで、我々、千葉としてもですね、人的資源、陸軍としては、157ですね、まで来ていて、師団数も、まあ、数えで、どうでしょう、60弱まで来ているので、まあ、これをね、70ぐらいまで増やしたら、一気に茨城との海戦に、踏み込んでいこうかなというふうに思っています。ではね、ちょっと今回はここまでにさせていただいて、さらにね、師団を増やして、茨城との戦争に向けて、国家方針を、この、機構部隊への注力から一気に茨城の運命へと振っていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。